聖マリア修道所会は、ローマカトリック教会の女子修道会の一つ。1607年、フランスにおいて、ジャンル・ドゥ・レストナックにより創設された。修道会固有の目的は、各人の個性を尊重した教育としている。この会の修道所は、ODN のイニシャルを名前の後ろにつける形で用いる。1556年、ボルドーの名家において、ジャンル・ドゥ・レストナックは生まれた。 17歳の頃結婚し8人の子供を設ける、24年の結婚生活を経て未亡人となった。わずかな期間を死闘会の修道所として過ごした後、必要とされるすべての者のへの対応、特に少女たちへの教育を見据えたお仕事として、新しい形の共同体を模索するようになった。1605年、ペストの流行によりボルドーは壊滅状態に陥る中、 看護に尽力し、数人の若い女性たちが心をよく彼女に加わった。この期間、幾人かのイエズス会司祭とのつながりを通じ、イグナチオの冷静に親しむようになった。1607年パウロ5000より教育を専門とする修道会として承認を得る。限定的なものであったが、各修道院が自治を行うベネディクト会をモデルとした。 修道女たちの近畿規制修道会として設立され、コンパニーでノートルダムと名付けられた。この共同体は、フランスにおいて、初めての婦人教育の教会として、公的な認定を得た。1608年5月1日、ジャンヌル・レストナックと賛同者たちはこの新しい修道会の修道服を配慮した。翌年、フランス国王アンリ4世より、 フランスを国内に展開する許可を得る。1610年12月10日、5人の修道所は修練院での修練期と誓願を得ると、修道会は最初の少女のための学校をボルドーに設立した。彼女たちの修道院は市街地にイエズス会学校によって提供される傾向が見られる。修道院はベジェポワチエよびルピュイ、ペリグー、アジャン、ラフレイシュよび リオンと次々と設立され、1640年にジャンヌ・ドゥ・レストナックが84歳で死去した時点で、フランス国内に30の修道院が存在した。歴史的には、レフィーユ・デ・ノートルダムやシスターズ・オブ・ノートルダム・オブ・ボルドーとしても知られている。ジャンヌ・ドゥ・レストナックの死より10年後の1650年、修道所たちにより、バルセロナにおいて学校が設立された。 修道会のフランス国外における最初の修道院であった。18世紀中には修道会はスペインとスペイン植民地であったラテンアメリカで発展した。しかしながらフランス革命中、フランスにいた修道女たちはチリ散リとなってしまい、彼女たちのうち何人かは処刑されている。フランスを捨てた人々のうちの信仰深い人々により、ベルギー、オランダ、イタリア、 メキシコ、カリフォルニアに新たな共同体が設立された。1920年、修道会に属する90のうち63の修道院が乾燥的修道生活を捨て、創設者の思いを守り続けるため活動的、修道会として一つに統合する決議を行った。修道女たちは、イグナチオ・デ・ロヨラによって設立された、イエズ・ス会に習い、その名を、 ザオーダーオブメアリーよりカンパニーオブメアリーへと改めた。この変更はベネディクト15世により承認された。翌年、修道会の修道院を統合する総派派員がローマに設立された。第二バチカン公会議の結果を受けたカノン法の変更後、様々な独立系修道院はこの修道会に合流することとなった。聖マリア修道女会は、 聖マリアの封建の日を伝統的に記念日としている。創立者であるジャン・ヌドレストナックの劣勢50年目に、当たる1959年、スペインのマリア・アスンシオン・サントスの尽力により二人のスペイン人修道所が来日した。1960年、日本において初めての聖マリア修道所会の修道院が設立された。1962年に学生寮、 1966年及び1967年に2つの幼稚園を設立することとなった。活動範囲は広まり、1981年にはフィリピンに3人の修道所を派遣した。後にはフィリピンにおいて修道院、修練所などを設立している。2007年現在では400を超える期間で約1500人を超える修道所が26の国々にわたり、 活動を行っている。活動範囲は保育園から大学、病院など。ありがとうございます。